もっともっと広い世界が僕らを待っている。怖がらずに I will fly away。新鮮な海の街がいっぱい出てくるということで楽しみにしたいと思います。まあ僕ら芸人さんがね、新鮮な芸人さんが出てきますんで。いや、これね、コメントすごいですよ。これ始まって以来じゃないですか、いきなりこんなについてんの。え、海の幸に関するコメントがいっぱいってことですか。いや、それに関しては一つもないですけど。何なんですか、じゃあ何のコメントしてんの。いや、これね、先ほどで僕思ってたんですよ、はい、今日も実はですか、小庭さん、はい、ネットの貴公子小庭さんが出るんですけど、はい、小庭さんに対してのいじりだけかなと思ったんですよ、はいはい、違うんです。よっしゃ昼前のいじりがすごいですよ。よっしゃ昼間なんて誰も知らないじゃない。普通だったら誰も知らないと言っても過言ではない芸人さんなんですけどね。もうこれを見てるお客さんがよっしゃ待ち。うそよっしゃし、あ、よっしゃ師匠今日休みですか。今入ったんで、はい、よっしゃ昼間こんなに人気あるんだ。いやでもよっしゃさんはあの時間が都合がつき今遅れてるんだよね。そうなんですよ、今日実はちょっとね、うん、あの大事なライブがあるみたいでね、はい、そちらに出られてるんですけど、はい、でこちらの方にもしかしたら来るかもしれない。はい、じゃあ、 あのよっしゃ昼間さん待ってるんでぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、まあ、見てないんでこれ聞こえないですけどね、はい、言ってることは、はい、あの後ろの女性は誰。ちょっとダメでしょ。いやいやいや、いやあのごめんね、僕あの最近例の見える人に何人か聞いてるんだけど、はい、俺の後ろに、はい、あの女の生き量が、女の人の生き量がお前、すげえ萌え萌えにかねえかよお前。だから今もうマジで怖くて。嘘でしょ。いやでも本当に書かれてるんで、これ何なの本当に。マジでめっちゃ怖い。もうちょっと本当に怖い。あ、もう一個怖いコメントありましたよ。なんですか。アツネットさんは出るんですか。いやいやいや、それに関しては誰もアツネットさんのことを待ち望んでないでしょ。やっぱり待ち望んでんのもあの人でしょ、はい、小庭さんでしょ。こっち小庭さん、あ、でも、あ、よっしゃに負けた、あって小庭、小庭さん負けを認めてる。完全に負けました。せっかくなんで、じゃあ小庭さん出てきてもらいましょうよ。小庭さん、ちょっとあのライブの3分の2、これ持ってるってどういうことですか。すごいですね、はい、ありがとうございます。いや、原東の企画の開発くんですね。迷ってんだよね。迷ってるっていうか出るんじゃねえよ。そこ NG
意味わかんなくて。いや、すごいですね。お客さん、どの、どっち出てくるんですかね。いや、面白いでしょ、だって。ゴージャスさんのファンの人は、平田さんもどの立ち位置に出るかですよね。彼女でもないのに。あ、すいません、真ん中の一般の方って、私一応真ん中の一般の方になってますね、私。違います。クロウサギ、MC のクロウサギと、コニワさんですよ。違います、照明です。ちょっと直しとけ、直しとけ、これ、照明。照明さんと、なってる、ちゃんとなってる。ちょっと変な気に言うからほら照明さん怒らせて本当の照明さんが怒ってしまったのにストラップかわいいなこれコピーロボットですでかいやそれいいわ今日滑ったら面白い人にコピーこの人に変えてもらおうあ自分が変わるわけですさんまさんになるやつでコピーしちゃうそれいいなできたら本当にさんになる、はい、という感じでね、本日のメンバー、全8組ですかやらせてもらうんですけど、本日はネタを最初にガッとやりましてその後に企画があるんですよね、はい企画1時間ぐらいあるんですけど、はい、こちらの企画っていうのがですね、はい、このいつも見ていらっしゃる参加してくれてるね、このニコ生の人たちに、はい、それ言っちゃっていいですよね。はい、大丈夫です。じゃあ、一発ギャグのお題を募集して、そうですね、それで僕たちがそのアドリブでギャグをやるっていうのをやるんで。はい、だからこちらのコメント欄の方にそのお題を振ってもらうと。はい、ということで、あ、このお題良さそうだな、パッと振ったら、その人がパッと一発ギャグ。はい、だから今日書き込みをしてほしいんですよね、たくさんね。そうです、そうです、そうです。俺に、そう、俺に対するいじりとかどうでもいいから、お前らは企画を忠実に守れ！だからそういう。いやいや、まだ守ってないわけじゃないですよ。なんでこうネットの向こう側に対してだけ、なんでそんなに、やからみたいになるんですよ。だってまだ守ってないわけでもないですからね。今言ったばかりですから、そこは。って言った瞬間に、いきなりお題断密が来ました。終盤の方にやりますんで、その。あ、もうでも結構お題とか書き込んでくれてて、ね、BC であったりとか、ね。じゃあ、お題、2丁目の松岡修造となってきました。小庭さん、もう。やってきます。じゃあ、やっちゃいました。お願いします。2丁目。あるんですか？それでは2丁目の松岡修造。あのさ、なんでもっとさ、もっともっとさ、気持ちを、これ絶対ダメです。松岡修造がもう9割だったんで、そうですね。お姉さんがここしかなかった。あまりにもちょっと動揺すぎて、私メガネの発音も忘れてない。そうですね。でも2丁目感ゼロでしたよ、今。松岡修造がただ切れてるだけでしたよ。そういう感じでね、グダグダするのをみんなで楽しんでいこうかなと思ってるんで。それでは後半にございますので、皆さんそちらの方だったらお題の方をよろしくお願いします。あ、いっぱい今入ってますので、こちらの方もね、使わせてもらうということで。はい。じゃあそれでは早速ネタの方いきたいと思います。じゃあまとめて7組いきますので皆さんよろしくお願いします。それではお笑い本気選手権スタートでーす。まさか雪山で遭難するとはな。ああ、もうすぐ救助が来るはずだ。もう少し頑張れよ。帰ったらもう一度お前と笑いがしたいな。ああ、そうだな。俺もまたお前とお笑いがしたいよ。ただね、この雪山はちょっと特殊なんだよ。寝たら死ぬとかいうことはないらしいんだ。いい雪山だな。そう思うだろう。その代わり、ボケたら死ぬんだよ。寝たら死ぬぞじゃなくて、ボケたら死ぬぞなんだ。俺にボケるなと。そうだ、ボケ担当で、ボケたがりのお前にはきついかもしれないけど、絶対にボケるなよ。あ、雪。ボケるんじゃない！ここ雪山だぞ、お前！死んじゃうんだぞ、ただボケるだけで！やめろよ！いや、大丈夫だ。ボケてなんていない。完全にボケだぞ。あ、そうだ。帰ったら、何が食べたい？うん、もつ鍋、カニ鍋、わた鍋。ボケるんじゃない！面白くなくても死んじゃうんだぞ！やめろ、そういうの！そうだ。元気の出る歌を歌おうよ。歌、いいね。うん、そうだね。さよなら、さよなら、さよなら。ボケるんじゃない！わかりにくい！ボケがわかりにくいから！もう喋んなよ！喋んなければもうボケることもないからさ。じゃあわかった。横にならしてくれていいかな。そうだな。ちょっともう。うん。ここはさ、寝たら死ぬってことないんだからさ、うん。横になればいいよ。うん。そうすればさ、救助が来るまで体力に回復するしさ、うん。まぁ、ゆっくりしてようよ。タッチ、あ、どのボケやそれ！どのボケなの！どのボケのジャンルなの！どこに属すのそのボケは！やめて！あ、もうダメだ。諦めるんじゃない！いやいや、そういう意味じゃなくて、
もう俺の芸人魂がうずくんだよ。お前こんなとこでお前の芸人魂見せたらどうなるかもう分かってるだろ。分かってるけど、もう最後に俺の一発ギャグをやらせてくれないか。そこまで言うなら見届けてやるよ、お前の一発ギャグ。これで最後だな。見といてくれ、俺の渾身の一発ギャグ。あい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 、おかまさんです。あら、いい男じゃない。おほほ、ボケとかじゃない、ボケとかじゃないからピンピンしてる、ただの悪ふざけ。誰が見てもそう思うよ。もう一回やらせてもらっていいかな。もう一回やろう、気持ちよく気持ちよくしのうよ。うん、見といてくれ、俺の渾身の一発ギャグ。あー、おたけび。やっぱりボケとかじゃない。何それ、なんでその一発ギャグだと判断したの。もうコンビ組んでやれないって。帰っても解散しよう、帰ったら即解散しよう。精神的にちょっといいよ、死んで、もう死んでよ。精神的に、あ、救助のヘリだ、救助のヘリが来たよ。助かった、助かったぞ。やっぱ精神的に、あ、随分遅かったですね。ん？電車が遅れて？ボケるんじゃなーい！だるまさんが寝転んだ。やっぱりボケとかじゃない！どうもありがとうございました。どうもよろしくお願いします。どうもすいません。私ネタに一切命を懸けておりませんからね。次の企画にしか命かけておりませんから。もうね、今日ね、びっくりすること言われたんですよ、私。毎週木曜日、毎週金曜日ですね、ポンって番組やらせてもらってるんですけどね、そこのね、一番上のプロデューサーからですね、小宮さんはですね、芸人的には面白くないですけど、台本通りにね、伝える情報としてはですね、それが、芸人としては面白くないってどういうことだ。お前が考える芸人は何だじゃ。見てないから多分知らないでしょうけど、これね。好き勝手言っちゃいますからね、本当にね。おそらく私、ポンね、多分今月でね、クビになりますからね。ポンの悪口多分これ好きだって言ってやろうと思いますからね、本当にね。ただ誰も望んでないみたいなんで言いませんけどね。僕の心の中でしまっております。だって多分ここで言ったら多分全員ツイッターに書くでしょ。今夜はポンの悪口言いまくってたんですけど、そしたら俺もう日テレに出入りできなくなるじゃん。嫌じゃん、それは。勘弁してください、本当にお願いします。だから今日は僕勝手にもうなんかやりたいことあります。モノマネがいくつかできるんで、モノマネをね、いくつかしたいと思います。やってく順番によって後になればなるほど全く伝わらないモノマネしていきます。まずは最初に、ネルトンベニクジラ団の石橋貴明さんのテンション。さあ止まりました、まずは石橋貴明のじゃーん、たかさーん、ぜんさあ来ましたよ。見てください、いきますよ、今週の目玉、どうどうだ。どこから来ました、茨城から来ました。さやちゃん、大さん、22歳です。今日はどんな男性とデートしたいですか。なるほど、男らしくてちっちとでかい人が好きですって。バカ野郎だろ、とり、これが、まず一番目のネタです。俺今日オナニーだと思ってるからね、本当に。さあ続いてのモノマネいきましょう。続いてはですね、そうだな、誰やろうかな、水曜どうでしょうで、藤村ディレクターとミスターにいじられまくる大泉洋。椅子をお借りします。すごい、客席の椅子を借りるって斬新さね、これね。いいか、待って、俺、お前らさ、俺がこういう格好なのになんで君たちはそういうさ、藤間君に関してはなんだい、うちに勝手に来て、お前、親か、お前、誰だ、あのヒゲスローはって、お前言ってたぞ、お前。なんだよ、おい。ミスター、なんでさっきから。なんで、君は僕がなんかこういうことしてるのか、関係なのかい、本当に。いいかい、僕はね、君たちを訴える準備はできてるからね。この番組が終わったら俺はね、お前たちを、もう裁判所に行きずに、最高裁まで戦うからな。さあ、続いていきましょうか。じゃあ続いては国会議員の山本一太。分かる人いるから、これ分かったら多分ね、似てるとかなんとか反応してくださいよ。山本一太さん、総理総理総理、僕はアベノミクスっていうのはね、もっとこうすごく画期的だと思います。た
党が最初にこれやってしまったおかげで、自民党というのはなかなか攻められない。ただ、これがね、もう少し時間経てば、これ、ちょっと待って、ちょっともうちょっと話聞いて。あのね、ありがとうございます。いいですね、やっぱりニコニコっぽいですね、こういう笑いの反応が。じゃあ続いてですね、続いて誰やりましょうかね。あ、わかりました。TBS バースデーで、最初に出てくる東山紀之さんのナレーション。わかります?バースデー風の東山さんのナレーション。チャン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 。今年もプロ野球では126人の選手が解雇、引退を決めました。そして、その中で、ね、選ばれた選手がまた他のチームに移籍したり、他のチームに加わりました。それ以外の選手は、トライアウトという形で、自分の人生を、そして、第二の人生を、そのメールに話していく。今日は、そんな、戦力外通告を受けた男たちに、密着した。わからないか全然わからなかったかじゃあ、そうですね、最後。じゃあわかりました。私が大好きなドラマ、ストロベリーナイトの、渡辺一慶さん、高島正信さん、そして武田鉄矢さんのやり取りで最後にやらせていただきます。この道をお借りしますね。メガネをちょっとお借りしますよ。まずは渡辺一慶さんから。おーい!またお父ちゃんかよ!なあ、これどんなことになってんだよ!いいか?お前の女の勘だけでな、こんなな、事件をな、解決するなんてな、そういう現場じゃねえんだよ!おい、今泉、どうなってんだ、これ。高島さん、まあ、これは私の顔に免じて、どうにかちょっと許してください。もう、姫か、ちょっと待って。日の鳥もよく言いますから、これはなんとか、私の顔に免じて、勝俣、お前も何か言いたいことあるな。大体、このお嬢ちゃんに私がね、一つ言いたいことがあるんだよ。お嬢ちゃん。おめえさっきからよ、生意気なことばっか言って、俺の面目潰してんじゃねえぞ。いいか、刑事ってのはな、足で稼ぐんだよ。お前みたいな勘でやってたらな、死ぬぞ。誰がこれを見たかったんですか、一体そしてなぜ俺はこれをやったんですかさあ、お前たちに問う、俺は芸人を辞めるべきかどうか。暗転ください。はい、どうも、ビーコン2055です。よろしくお願いします。はい、今日は岩井さんがギャグをやります。きっかけは何だったんだよ。次が出てこないじゃないか。今日は十二支ギャグやるんじゃなかったの。ねえ、牛、虎、う、たつ、み。いや、何数えてんのよ。いくつかな。いや、だから十二に決まってんじゃん。やりました。もう行くよ。はい、ネズミ。ほほ、浦安は本当は東京じゃないんだよ。え、ミッキーマウスそこ強調しねえだろう。はい、次行きます。牛。なぞなぞ。太郎くんは病気になりました。庭では猛が蝶々鳴いています。さて、太郎くんの病気は何でしょう。猛蝶って、猛が蝶々ってとこからすでにおかしいぞ、うん、次。虎虎だ虎だ。お前はトラウマになるんだ。何が原因でトラウマになるのかわからない。はい、次、ウサギ。ウサギ、おいし、むしゃむしゃむしゃ、うまいな。おいしいの意味違うでしょう。自分用のウサギが眉ゆってことでね。どうしても食べたいのか。立つ立つ竜頭ダビ。四文字熟語だ。はい、次、ヘビ。竜頭ダビ。またまた同じだ。手抜きじゃないか。うまっ!うまっ!パカ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 。シュッ!ブリブリ、ブリブリ。ケンタウルスがお尻を拭くところ。
ケンタウルスがそうやってお尻拭くの見たくないです。はい、次、羊食べちゃおうかな。髪をむしゃむしゃ食ってお通じが来なくて羊。ダジャレかよ。それに髪食べんのヤギだからね。はい、次、猿。猿、きびだんごをもらった猿。猿、きびだんご投げちゃダメ。はい、次、鳥。鳥、きびだんごをもらった鳥。うわ、吐き出しちゃったよ、もうだらしない。はい、次、犬。きびだんごをもらった犬。あら、犬、きびだんご埋めちゃったよ。なんだこの桃太郎ドラマ変なの。桃から生まれた桃の種。それ普通の桃でしょ。次行きます。イノシシ。イノシシ、あ、イノシシ、イノシシ酸ナトリウム。なんだそれ、旨味成分か。あ、つい科学的知識が溢れてちゃったね。なんでそれ、もううるさいもん。ねえ、牛、トラ、ウー、タツ、ミー、ウマ、おい、科学的知識があるってなんで数えちゃうの。数えちゃうのね。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。どうもさんさん。どうもー、どうも、サムライサムライと申します。あ、僕もです。あ、彼もそうなんです。よろしくお願いします。いや、今日はね、うん、せっかく秋葉原に来たということでね。そうね、そうね、うん、ちょっと僕の考えたゲームをやろうかなと思うんですよ。何考えたゲームって言われ、これ題して、うん、秋葉原ゲームって言うんですけども、うん、まんまだね、うん、秋葉原ゲーム、何それそれ、うん、これね、うん、攻めと守りを交互でやるんだけど。攻めと守りを交互にするの。そうそうそう、うん、攻めは決められたワードを言うわけよ、うん、決められたワードない、秋葉原にちなんだワード。そうそう、秋葉原にちなんだ。例えば何があるのそれ。これまず、うん、AKB。 AKB ね、なるほどね。電気街。あ、電気街あるね、うん、メイド喫茶。あ、メイド喫茶有名ね、うん、そして、うん、総武線ね。通ってるからかな、うんうんうん、総武線も入ってるの、うん、そう、で4つね、4つ、うん、で、相手は、守りね。守りは、言われたワードに対する守りを言わなければならない。うん、あ、例えば、AKB って言われたら AKB の返しをしなきゃいけない。そうそうそう。なるほどね。じゃあ、例えば、AKB って言われたら、これ、なんて返したらいいのこれ。48! やだな、おい。AKB って言われたら ?48! クソだせえな、おい。これやなきゃ。クソだせえじゃねえか、おい。うんうん、じゃあ、次、なんだっけ、電気街か。そう。じゃあ、電気街って言われたら丸に緑の山手線。真ん中通るは中央線。新宿西口駅の前。カメラはヨドバシカメラ。これね。クソ長くないね。さっきのこれに比べてクソ長くないね。これは絶対やんなきゃ。マジか、おい。尺半端じゃねえな、これな。そう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 。じゃあ次、なんかメイド喫茶か。うん、じゃあメイド喫茶って言われたらね。お帰りなさいませ、ご主人様。なんでたけしなんだよ。なんでたけしで返さなきゃいけないんだろう。ごめん、やんなきゃ。普通に言ったらいいじゃねえかよ、お帰りなさいませって。いや、こっちの方が気持ちいい。気持ちいいって何、ね、ちょっと一回やってみて。うん、うん。お帰りなさいませ、ご主人様。これ0点だよ。なんだよ、0点って。全力でやったよ、俺、おい。これどうなってんだ、どうなってるって全力のたけしだよ、今の。いや、ちょ、もう一回やってみて。お帰りなさいませ、ご主人様。マイナス25点だよ。減ったな、おい。減ったな、おい。さっきより欲しがったから。無理だよ、俺もう、うん。これ全力だ、これで俺無理だから。いや、もう一回やってみて。それでいいかもしれない。お帰りなさいませ、ご主人様。100点だな、どうなってんだよ、お前。成長がお前、著しすぎる。お前の目腐ってんじゃないか、完全に。お前、最後、総武線か。じゃあ、総武線ってやったら何て返せばいいんだよ。あの、これね、うん、無敵。なんだよ、それ。返す術がない。どういうこと？無敵なの？うん。な、ゲーム始まったらすぐ俺お前に総武線って言って勝っちゃうよ、そしたら。ただ、これを使うと、それから一生を、長渕剛のモノマネをしながら生きていかなければならないというリスクを負う。リスク重くないね、うん、長渕で一生生きていかなきゃいけないの。だから、うん、絶対使っちゃダメ。じゃあ入れてくんなよ、うん、もうそこに3つでいいじゃねえかよ。これそうなんだよ。そうなんだよってなんだよ。これそうなんだよ。そうなんだよってなんだよ。3つしか使えないのね。3つしか使えない。まあ、ルールはなんとなく分かった。返せばいいね、うん、ポンポンポン。そうそうそう。あ、なるほど、分かった分かった。これね、勝った方がリーダーだから。あ、そういうのなの。そう、今日今聞いたけど。今日リーダー決まるから。オッケー、わかった。うん、絶対負けられない戦いが、ここには、うん。ここにあったね。うん。オッケーオッケー。じゃあ行くぞ。うん。せーの、メイド喫茶。お帰りなさいませ、ご主人様、AKB。48、メイド喫茶。お帰りなさいませ、ご主人様、電気街。まーるしまったーの山の手さ。しまったー、人生に行くと無駄に使ってるよ。バイトでもしとけばよかった。何この時間、駅の前持て余している。カメラはヨドバシカメラ。メイド喫茶、お帰りなさいませ、ご主人様、AKB 48、メイド喫茶。お帰りなさいませ、ご主人様。俺たけしばっかりだな、おい。つまんねえよ、おい。このゲームヘラヘラしてんじゃねえよ、おい。クソつまん
んねえよ、おい。たけしばっかやらせよって。なんなんだよ、超つまんねえよ、おい。あ、バリエーションを持って。バリエーションがクソだね、お前は。確かに確かに。クソだね。ごめんごめん。楽しくない。あ、わかったわかった。もっといろんなのやって。わかったわかった。うん。やりたいから、ちゃんと。せーの、AKB。48、メイド喫茶。お帰りなさいませ、ご主人様。AKB。48、メイド喫茶。お帰りなさいませ、ご主人様。総武線。うわぁ、総武線使ってきたおい絶対使っちゃいけないって言ってすぐ使ってきた。そう、総武線はリスクをしようから絶対に使ってはいけないよ、さよ。リスク背負ってきた。何これ、こいつの長渕どうなってんだよ、おい。ジュンレンカー。いや、すごい、全然似てない。ジュンレンカー。全然似てないよ、おい。リスクは背負ってけど、うん、ひどいよ、おい、うん、やばい、こんなやつリーダーだったら終わるよ。くぅ、絶対売れねえじゃん。俺のリーダーが決まりかけた。やだやだようだな。もういい、じゃあいいよ、うん、お前見てるやつ負けたくないから、うん、俺も総武線で勝って一対一にしてやるよ、お前。いいだろう、そうだろう。お前言ったけど、あと、うん、お前も物まね下手な。おい、人間には言っていいことと悪いことがある。みんな思ってるよ、そんなの。俺は自信を持ってやっているんだ。知らねえけども。もう勝負だ、クソ長渕、おい。おう。せーの、AKB! 48! AKB! 48! ね、総武線黄色総武線が帰ってきたー。ヘイヘイヘイ。ガジボー。ドレイ、よ、それを気を払う。おい、長渕。どうした、長渕。おい、総武線を返せないって最初に言ってただろ、そんだろ。総武線は黄色で返せる。先に、ウェイ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 。チューニングしながら、ウェイウェイ。お前もよ、長渕のものまね、全然似てねえぞ。お前には言われたくないだろ、そんだろ。言うだろう。これが最後の勝負だよ。いいだろう。これで勝った方がリーダーだ。そうなんだ。行くぜ。せーの。きせい。せい。み。せい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 。AKB。EPP。AKB。桜島。電気街。まるに。しまった。しまった。まん。しまった。は。時間が余っている。新宿チューニングをこの間に駅の前カメラはヨドバシカメラエヴァンゲリオン。わあ、知らないやつできた。ちょ待ってよ、お前、ルールがずるすぎるよ、お前。はい、この勝負俺の勝ち。いい加減にしろ。九州新幹線開通。どうもありがとうございました。輝いてる今のルン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 ママルンルン。何してんだよ。予防の陣地だから。ねえよ、陣地。入ってこない。漫才に陣地とかね、二人で一つのものなんだよ。そんなことは今日どうでもいいんだよ。なんで。ちょっと話したいことあるんですけど。ないよ。ちょっと、ある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 。あるんだよ。なんで。ちょっと話したいことあるんですけど、ちょっと結婚したいなと思うんですよね。結婚？いや、やめといた方がいいよ。なんでなんで。大変だから。いや、いやいやいや、いや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 、もう絶対待って。結婚したいって話進まなくなるから、止められちゃうと。うん、結婚したい、したいんです。したいの、ね、そう、結婚したいんですよ。うん、まあ、出会いはまあね、なんかね、この合コンかなんかでね。あー、ベタだね、出会ってね。そうそう、出会ってね。うん、まあ、この合コンでね、うん、まあ、この、盛り上がるんだろうね。盛り上がっちゃって。その合コンが相当盛り上がるんだろうね。あ、でもコールとかしちゃって。コールとかやりますよ、そんなの。一気コールしちゃって。一気コールやって盛り上がるんだよ。なんで、なんで、なんで、なんでつってね、盛り上がるんですよね。いいね。で、この合コンでこの好きな子で、どうだって、入っちゃって、ベーンってね。盛り上がるんですよね。すごい。爆ほど盛り上がるんですよ、ね。すごい勢いで開くんだね。で、この合コンでこう、飲んじゃって、飲んじゃって、飲んじゃって、もういいわ。コールもういいわ。合コンで見つけた好きな人の話させて。いや、盛り上がってたわ。いや、盛り上がったのはいいんだけど、いいそうでいいんだよ。で、合コンでこう、好きな子見つけてね、デートとか誘ってね。そうだね。そう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 。好き好き好き。あ、好き好き。私は体が目当てだ。ふーって目当てじゃねえよ、お前。体目当てじゃねえよ、別に。中身が好きになってんだよ。俺言ってないよ。で、この体で合コンで好きな子見つけてね、デート誘うんですよ。デート誘って。デート誘ってね、何回かデートしたら告白するんですよね。告白しちゃって。付き合ってくださいって言う。付き合って付き合ってラブホテルまで付き合ってって行かねえよ、いきなりよ。いきなりラブホテル行かねえよ。俺言ってねえ。中身を好きになってんだよ、俺はよ。自分で言ったんだよ。で、このね、告白してね、何年か経ったら結婚の約束とかしてね。結婚の約束、ね、そうそう、親御さんに挨拶行くんですよね。あ、大変だね、これ。ただ、娘はやらんとか言われるんですけどね。でもそういうやらん、ラン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 。吐きるとき、揺れるおっぱい、F カップってどうでもいいんだよ、F カップはよ。F カップどうでもいいんだよ、今よ。知らない。中身を好きになってんだよ。自分で。F カップ別に好きじゃないんだよ。え？で、親御さんからね、結婚の許可ももらってね、結婚式をあげるんですよね。結婚式誓いのキスをなんて言われる。キス、キス、
ケスケスケ、今日はキスはダメなのよ。私の口が臭いからって。臭くねえよ、別に。臭くないわ。俺、歯磨いてくわ。自分で。結婚式歯磨いてくよ。自分で。マウスウォッシュしてくわ。知らないよ、それは。でね、結婚式をね、終えたらね、何年か経ったら妊娠するんですよね、奥さんがね。あ、そうなの。出産が待ってるんですよね。そうだね。頑張れ頑張れ頑張れ、生まれた、おぎゃーおぎゃーギャーギャーギャー、なんでそんなに泣いてるの。私の顔がブサイクだからって。誰がブサイクだよ。もう誰がブサイクなんだよ、お前。あ、じゃあ中本浩二。いや、誰が中本浩二だよ。中本浩二。中本浩二じゃないの。中本浩二じゃねえわ。中本、中本、私は中本浩二です。はい、中本浩二じゃねえよ。気が合ってんだろ、気が合ってんだろ。なんでやんのじゃ。やんのじゃね、コールしたら乗るだろ、そんなもんよ。中本、あなたも中本浩二です。はい。お前聞けえだろ、俺。俺の中本浩二取るんじゃねえ。やったじゃん。俺の中本浩二だよ。俺振ってくるからさ。人の浩二をやるんじゃねえよ、勝手に。じゃ、中本浩二なんだ。中本浩二じゃねえって言ってんだろ。じゃないの。じゃねえよ。中本、中本、中本、うん、でもねえわ。一人ずつやったらもうねえんだよ。でいいんだよ、その中本。中本浩二の話はいいんだよ。で、子供生まれてね、はい、この三人でね、このルンルンな生活をね、家族三人で歩んでいくんすよ。あ、ルンルンなやつ、ね、ルンルンな生活がいいんですよ、結局。ルン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 。そうそうそう、ルン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 。ルン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 、ババルンルンルン、ルン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 、ババルンルンルン、ババルンルン、やらせるや。ババルンルンって。俺の陣地だから。陣地とかねえわ、こんなもんよ。やらせろ、これ、こうパッと決まったらもうスマートに終われるのに。お前のせいで終われねえじゃねえか。どうすんだよ、これ終われないやつよ。終わろう。ありがとうございます。よろしくお願いしまーす。お願いします。来ました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 。青天ベースと言います。来ました来ましたね。はい、来ちゃいましたよね。誰かね、来ました来ましたよ。誰が来たんですかね。お前らどっからどこね、誰が来たんでしょうかね。まあね、一緒青天ベースですよね。急いで行きましょうよ。もうね、たっぷり時間もあるみたいですね。すいませんね、ちょっと落ち着きないやつ連れてきちゃいましたね。ちょっと静かにしててください。僕喋ってるんで。お前だよ、だから黙っていてくださいね、ちょっとね。ちょっと喋らせてくれよ。漫才の方ちょっとやってきたいんですけどもね。やりましょう。世の中ちょっとね、不景気だなーなんて思うんですよね。デフレの時代ですからね。何でもね、安くないとね、売れない時代ですよ。確かにね。怖い怖いもんね。だからね、居酒屋とかもみんな安いですからね、メニューね。安いね、居酒屋ね。そうでしょう、ね。ビールとかで100円とかで売ってる店ありますからね。確かにありますね。偽物じゃねえかと思いますよね、はい、あれ。なので薄めてそんな感じもしますけどね。まあまあね、確かにね。でもね、僕なんてね、はい、水9でね、ビール1でも気づかないですからね。気づかねえのか、お前よ。もう美味しい。気づけよ、そんぐらいよ、お前。なので僕水10でもね、気づかないですよ。透明なただの水だよ、それは。それでも美味しいビールだな。やめてくれよ、お前。第18のビールかな、なんつってね。なんだ、それは。水でも美味しい美味しいって飲んじゃいますよ。第3までしかないからね、それ。醤油なんかもね、なんか赤ワインだなって飲んじゃいますからね。どんだけ発酵させてんだよ。美味しいなってね。バカですけどもね。バカなのかよ。美味しいなって飲んじゃいますよ、ね。認めるなよ、お前。成立しなくなるからさ、お前。バカなのはしょうがないですからね。しょうがなくねえよ、お前。親の育て方悪かったのかな、ね、親のせいにするなよ、お前。土食わされてたからね。土食わされてた、うん、その話の方が聞きてえな、俺。そうですけどね。嘘なのかよ。そんなだったら死んでるからね。ふざけんなよ、お前。死ぬのお前。あのね、居酒屋の話をしましょう。ね、ごめんなさいね。杉木さん。うん、脱線しちゃってましたね。脱線しすぎなんだよ。はい、危なく変な下ネタ言うのは、ねえ、ごめんなさいね。やめてくださいね、はい、危なかったですね。ダップン、プまで言いますから、ね。バカか、お前。言ってるわ、お前。言いそうになっちゃうね。ごめんなさいね、ほんとにね。すいません。いや、でもね、他にも安いもんあるでしょ。安いもん。店のもんね、前とか行ったらね、270円キースと書いてますからね。確かに書いてありますね。あれすごいですよね、はい。でもね、そういう店に行ったら、うん、今日ね、来てるね、500人のお客さんに言いたい。500人、ね、500人のお客さんに言いたい。500人本当に、いや、本当ですよ。本当に500人、もう客席映ってないから皆さんね、分かんないと思いますけどね。まあまあね、500人のお客さんに言いたい。そんなライブスタンド的な感じなの今日。武道館ですもんね。武道館、500人のお客さんに言いたいでしょ、はい、そういう店に行ったらね、これ270円キーズだから、サラダも270円、はいはい、お肉も270円、はい、ならない、お肉頼んだ方が絶対にいいと絶対にえ、そうでしょ、まあ、勢いだけで任すな、お前。ふざけんなよ、お前。今日そういうの通じるって聞いてきましたよ。全然大したこと言ってねえわ、お前。そうでしょ。でももう一つ言いたいことある。そういう店に行ったらぜひともね、はい、じゃあ、枝豆を頼んでください。お願いしますね。枝豆を。なんでそんな枝豆に思いやりがあんの？枝豆すごい美味しいですからね。まあ、美味しいけども。あとね、あれ粒食べた後のあのね、まあまあまあ、うん、残った汁、あれチューチューしたら美味しいですから。いや、気持ち悪いよ。
チューチューネズミかお前は。チューチューリスですよ。お前女の子見てたら引くぞ、合コンとかでも。いやそんなリスみたいにチューチューしてたらもう可愛いじゃないですか。女の子可愛いって言うよ。一次会でチューチューしてね、二次会で女の子の唇チューチューしたらいいじゃないですか、ね、下ネタじゃねえかやっぱりよ。ふざけんなよ。下ネタね、ウケますね。もっといけたかな。女子のキャラクター。ダメなんだよ。ダメなんですね。やめろお前。ごめんなさいね。すいませんね。でもね、あとね、残った皮もね、寝袋にしたらいいですしね。そんな、伸び縮みしねえわ、そんなのよ。ね、ラブ台ないんだったらそこでね、寝泊ましてもいいですよ、女の子。何被してんだよ、お前、ラブ台って。あんまりでしたね。すっごい下ネタ袋とかね。あんまり。諦めるな、お前。最後までやり通せやるんだったら。でもね、だからそういうのね、なんか踏まえて今日最後一つ言いたい。何ですか？やっぱ三つ石ようかな。いい加減に、ブレすぎだよ、うん、お前。ブレるなお前本当に。こんなも思いついてないけど三ついっちゃうかな、うん。もういいよ本当によ、うん、やめてくれよお前。ビシッと言いたいですね。ビシッと最後ね。うん、彼女欲しい。全然関係ねえ、どうもありがとうございました。いやごめんごめん遅れちゃった本当に。あれこの女の子たち何？え、今日合コンなの？いや俺彼女いるしな、聞いてなかったよ。何それ。しょうがないか。よろしくね、本当に。ごめんごめんごめん、遅れちゃってごめん、本当に。全然ごめん、あの、今日は私、あの、メガネがぶち壊れちゃって、今日急遽新しいメガネにしちゃった。ちょっと、誰が妊婦だっつうの、本当に。誰がお腹で妊婦だっつうの、ちょっと。全然聞いてない、この人。ちょっとよろしくお願いします。すいません。じゃあ今日はよろしくお願いします。てか、俺の彼女が来てる俺の彼女来てるわ、ここに。え、どういうこと？いやいや、メガネかけてるからって俺には気づかずでしょ、絶対。え、どういうことなの、これ。あれ？あんた、前に会ったことあるよね。それは、まあ。わかった。前世で。うぇー、うざいやん。うぇー、うざいだけだ、こいつ。いやいや、メガネの度数が合わないってすごいな、ちょっと待って、見て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 。ファースト吊り下がってきてる。いやいやいや、何何何、いや違う、かいやうざいな、家にいるのと全然テンションが違うよ、ま、じゃじゃじゃ乾杯しましょう、乾杯乾杯乾杯いきましょう、はい、じゃいきましょう、せーの、乾杯。どこしてんの、突っ込む、いやこっち側に来てくんだから、突っ込む、突っ込む、すいません、もう一杯お願いします、まあ、それ振りすぎて全部こぼれてるじゃないかお前。全部生ビールこぼれちゃったじゃないか。前が全然見えないの、前が全然見えない、何何今生ビールどういう状態になってるそれ。びっくりしちゃった。なんなの本当に。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや気まずいよこれ。いやなんか食べ物いっぱいあるね。ねえねえ、何区何区、杉並区。いやこいつ中野区住んでるはずなんだけどな。俺と一緒に中野区でしょ。あ、なんでわかんない、私が中野区住んでるって。すごい、なんで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 、なんとなく、なんとなく、いやただのテンションでごまかせてるつもりだ。どういうことだこれは本当に。すごい、私たち気が合うんですね、これ。いやー、わかんない。私たち気が合うと思う、これ。違います。はい。うん。うん、すごい見てるけど、これ全然気づかないのかわかんないんだけどな。うーん、すっごい、あれ？あれもしかしてさ。はい。私のことを、タイプでしょ。何が夢、夢であったら夢で。本当に。もう、何言えばいいか分かんなくなっちゃったくらい。何言えばいいか分かんなくなっちゃったというか。ねえ、なんて言うんだっけ。なんて言うもう、感動に、出会いの感動で分かんないし、ファーストも釣り落ちてくるし、髪の毛は臭いし、ネタは被るし、何なの。なんで合コンが被るの。合コンだから、自己紹介しません。自己紹介しましょう。自己紹介しません。ヨコ、こっちがヨコ。あ、ヨコちゃん、よろしく。田中くんって言うんだ。田中って親友です、これ。私は、サダコ。一なり、サダコ。なんか、かっこつけてる意味が全然わかんないんだけど。いや、ごめん、サダコ、ちょっといいかな。サダコ。いや、もう一度言わなくていいんだけど、これ。なんで2回言ったかわかんないから。いや、大体、わかんないんだけど、もう連絡先交換してもらってもいいですか。うん、早くない。私に対して見切るの早くない？ 3 個も飛ばすなんて。じゃあ。ごめん。3個も飛ばすなんて、そのやりすぎよ。もう順番がテレコになってるだけで全部やってるから、本当は。全部やってるから、実は。え？順番が逆になってるだけで全部やってるから、ネタはもう。私たち、え？私のこと。いや、それは付き合って
女性だからね、本当は好きなんだけどね、うん、いや、この状況見たら好きって言えないよ、それは。え？言えないよ、好きって。私が今日、うっかり取られてたんですよ。私が、靴と、パンプスと間違えて、こんな靴履いてきたんですよ。ヒゲを剃り忘れたから何よ、それ。何なのよ、本当に。じゃあ番号教えて。番号じゃあ私言うから。はい。090-222-2222。業者やってる番号みたいですね。うん。じゃあ、とりあえず。うん。あー、ごめんなさい。ちょっと電話がかかってきちゃった。はい。あー、ごめんなさい。仕事場の人なの。仕事場の人。そう。もしもし。もしもし。うん。お前今日何やってんの？今の仕事場の人と飲んでる。仕事場の人？うん、いや、俺うん。俺って仕事場の人？違う違う違う、彼氏。え、じゃあ友達？俺。うん、違う違う。あなたは大好きな彼氏。彼氏でしょ？うん。ちょっとごめん、後ろ見てみて。何にもないよ。いや、聞いとけよ、お前。どうもありがとうございました。ごめんなさい。コメントを読んだら、はい、この後テンションを上げる気力が出てこないんですけど。ちょっと何がよ、はい、何小庭さんが全力でフォローしてくれてるとだけ言っときましょう。本当にじゃあ見ない。はい、ということで、ここからは企画のコーナーでございます。それでは出演芸人さん、こちらへどうぞお疲れ様でしたおい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 お疲れ様でした、すいませんおいおいおい15年でネタ飛ばしてんじゃねえよだこがおい俺こんなにネタ飛ばんの久しぶりひどいぞあれはいやびっくりしましたよ本当に緊張しちゃってだからネタ合わせの段階にはねお前覚えてんのか大丈夫なのかって俺が言われてましたからねさっきすげえ裏で言ってて飛ばしてんじゃねえよ何言バカかおい何、はい、でも全員台本通りと思ってましたからねあみんなバカだバカ野郎じゃあ小庭さんのバカ野郎小庭さんのフォローが痛々しいんですよすいませんってなんかごめんなさいちゃんと私はこれも全部台本通りです書きましたありがとうございますそしたら全員信じ上がってバカ野郎お前こんなんだよしっかり本当にすごく優しいですよ本当に、はい、ということでこちらは先ほど言いました企画のコーナーでございます、はいはいはい、今一応ニコニコ動画さんを見てる方もしくはユーストリオムを見てる方はこちらの方に今から一発ギャグで芸人さんにやってほしいというお題をどんどん書き込んでください、うん、そしたらここにいる芸人さんが順番に、うん、じゃあ やっていきましょうか、うん、じゃあ順番にそれ手挙げた方がいいんじゃない地獄じゃない順番にやってたらでも手挙げてったら誰かやってないんじゃないみたいな流れも出てくるかもしれないしそれはそれで面白いじゃんかねえそれはそれで面白いじゃんねえ待って待って待ってテンション下げるのやめて違う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 飛ばしたからテンション下げるのやめてよみんなすげえあるかもしれないけど俺口の中ずっと髪の毛がさ取れよもう全然そう違う違う違う打ち合わせの段階で糸銀さんだけいなかったんですよだからみんながもうなんとなくみんなが順番出てきてそれでお題を出されるみたいなあ、そういうやつそうですそうですみんなすげえテンションみんな低いけど大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですか本当にどちらかではみんなもう何もせずに1時間終わりたいんですダメだもんねダメだからそうただ立ったまま終わりたいんですなんせ1時間丸々余ってますからねあ、今からそうですよこれだんだんこれ盛り上がっていきましょうじゃあ、ということでじゃあここはじゃあ手挙げてとか言うかなんかなんとなくお題でもその人寄りのお題があったんですよそうですねこれも言った方がいいんじゃないですかはい、ということでじゃあ早速行きましょうそれでは一番初めはマモルンルン。マモルンルンを知らない。マモルンルン。マモルンルン。マモルンルン。いや違う。輝いてる今のボケの方の方です。輝いてる今のボケの方。マモルンルン。はい。じゃあマモルンルンさんからいきましょう。はい、それでは、はい、マモルンルンさんから。はい、こちらマモルンルン。中本浩二さんじゃないですか。違います。違います。違います。じゃあちょっと待って。まだちゃんと振りがあるから。ごめんね。ちゃんと振りがあるから。知らないです。伊藤健さん早い。早い。一個先置いてる。全然乗ってくれないですね。お題の方が体操のできない中本浩二。これ。ちょっと。ごめんなさい。びっくりしたから。みんなびっくりして本当に。もう。小庭さんと僕だけ目合わせて苦笑いですよ。わからん書いてあるのじゃありませんから。俺申し訳なかったですけど、お二人がネタやってる時に、はい、中本浩二でお題募集しますって言ったら、5個くらいドボン。もうはい。しかないっす。じゃあ一発目ね、一応、一発ギャグということで。できない。まあ、こちらもちょっと持ちで食べないとこもあるのかなっていうのは。はい。はい。じゃあ早速行ってみたいと思います。お題、体操ができない中本浩二、よろしくお願いします。どうぞ体操。できない中本浩二よ今からやります。これやってねえの？これやってないの？まだですよ。まだ考えてる。考えてる。助走が
金ぼっかねえぞ。はい、そうそうです。そんなことできない。中本浩二よ、やります。来ました、来ました。中本浩二なら、倒立して、前転するなんか、お手の物だけど、僕がやったら、ちょっと、ちょっと、え、いや、嘘。嘘、いや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 。まさか、いや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 。おおおおちょっと、危ない危ない危ない、前転をしない。わからない。
の松井ギャグっていうのがあると思うんですよ。ブーとかリンとか。武田信玄の松井だって言ってるモデルがいたんですけど、そう。それが違うとどうやら。どうやら違うみたいになったんで、そこでやっぱり本物の人が出てきたんですよ。実は私だ。武田信玄の松井だっていう人がいるんですよ。なーにーその人その人なんですか。これで本当にやっちまった。いや、本当にやっちまった。今のうちに考えて。はい、じゃあ早速行きましょう。お題、武田信玄の末裔は私だ。どうぞ。見といてくれ。俺の渾身の一発ギャグ。あ、今ちょっと、ちょっと、ちょっと、振られてるからやっちゃっていないんだよ。はい、じゃあもう一回行こうか。はい、武田信玄の末裔は私だ。どうぞ。見といてくれ。俺の渾身の一発ギャグ。武田信玄は私だ。ごめんなさいね。ごめんなさいね。熱い気持ちを伝えるコンビってなんだよ。WBC 頑張れ！頑張れ！会場の人たちにもね、お題出してもらってやるっていうのもいいんじゃないですか。今日500人いるから全員聞くの。500人も、500人もいるっていう。そうそうそう、聞いてましたね。聞いた話したら500人いるんで、本当に。はい、じゃあ、いけるということで。整いました。整いました。社長。その人、どうやって整いました。どうやって、どうやって。しじみ、しじみ70個分の宝塚です。どういう意味、どういう意味。商売商売でね、横取り45万とったそうそう、わかんないよ横取りじゃわかんないよ商売商売古いわ横取り CB70 個来ました横取り CB70 個来ましょうかじゃあ CB70 個分の力お願いしますどうぞ昔こう味噌汁に豆腐が浮いててガバッて飲んだらしじみが70個入っていましたどうもありがとうございましたちょっと一回あのギャグが何というものなのかちょっと僕ら分かんなく叫んだりだとかちょっと分かんなくなってこれ古典落語の一つですかしじみっていうお後がよろしいようで肝臓に良かった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 でしょしじみっていうかさすがに見てた感じで大丈夫だよ大丈夫だよ肝臓良くなったんだよちょっとそうだあのこっちサイドのフォローがあまりにもガツガツすぎて向こうサイドがもう耳が耳が始めてる行きましょう行きましょうみんなで作り上げていくなんかもう壁際からいなくなる違う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 相方さん行きましょう。はい。じゃあ、こちら。じゃあ、お題、こちらで行きましょう。はい。早朝 PK 合戦。よし、よし、行くぞ、ほら、フリーキック行くぞ。あ、もういいよ。ピーン、アウト。あぉ、シュート、入ったー。どうですか？いや、聞いちゃダメ。聞いちゃダメ。聞いちゃダメだよ。聞いちゃダメだよ。聞いちゃダメだよ。朝5時のやつ。いや、朝5時じゃないから。朝5時で。早朝 PK 合戦。いや、今もうチラッとお客さん見た中で、僕はっきり分かったんですよ。二人だけ全く笑ってない。あれ？誰や、誰や、これ。ある二人だけが全くこの時代とか、ここ始まってからの声で全く笑ってない。いやいや、見ちゃダメ。それは見ちゃダメ。見ちゃダメ。ヒント言います。ヒント言います。こっち側さい。なるべくこっち側さい。
もね。全然被ってないっす。何言ってんの。ちょいちょいちょい。長州藤波、長州藤波、これ長州藤波、これお笑い長州藤波出してるこれ。ほら完全に被ってるじゃないですか。やめてよ、ほんと。俺、被ってるよ。さあ、行きましょうか。もう、早く被れよ早く何みんな待ってたんだよ。被り方かわかんないから。寝ちまうよ。はい、じゃあ、行きましょう。じゃあ、お題の方ですね。まあ、すごいなんか、まあ、モテそうなイメージというかね、なんか、シュッとしてる感じで。さっきも水嶋ヒロさんって書かれてましたよ。すごい、すごい、すごい。じゃあ、お題、水嶋ヒロで、お願いします。いやいや、せめて、見ないで、水嶋ヒロじゃないの。じゃあ、ごめんなさい。じゃあ、本当にお題が入ってきてる。こちらでいきます。お題、断蜜。お願いします。断蜜。断蜜？エロいお姉さんでしょ？エロいお姉さん好きですかの人でしょ？そうやって自分で言ってたから。こんな年月。聞いたことあってますよね。そうそう、あってますよね。本当に。ねえ、断蜜というか。こちらでも見てる方、どん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 書き込んでもらったら、そちらも拾いますので。優しいやつ、優しいやつ。お願いします。ねえ、ほんとに。で、これはもう踏んないんですけど、ガタメキラって何ですか？ガタメキラはですね、太陽とシスコムーンの、太陽とシスコムーンの2番目のシングルで、ガタメキラってカタカナじゃないですか。でもそれはね、ガッタメイキッドラブっていうやつの略なんですよ。で、サビの部分で。続けるかよ！いやいや、今ので終わるでしょ、普通。ケンさんの、ダラッタダラッってコーラス。いや、戻りながら。情報量だね。情報量の多い。ドアンドウェイが多いよ、情報量。アイドルの話だったらついつい。あ、ごめんなさい。アイドル好きなんですいません。申し訳ない、申し訳ない。はい、ということで、早速一発ギャグいきたいと思います。お題は断蜜でお願いします。どうぞ。枝豆ができたぞ、これ。もう一つ食べてみようか。うん、美味しいな。
もう一粒いこうか。うん、美味しいね。もうちょっとどんどん食べてみようか。うん、種入ってるとなんだこれもう、ペッツ。韓国人？ダメーダメーどうすかおいどうすか白い意味で後足が悪いぞ。うまいですね。山田くん、ザブトン山田くん、ザブトン山田くん、ね、山田くんびっくりしたのは、本当にお客さんが笑ってるのを見て、はい、僕、政治関係者がいるのか韓国政府の方々いや全然関係ないすごいやばいこれはニコ城炎上の可能性出てきましただいぶ来てますよこれはね、はい、どうもありがとうございましたありがとうございましたすいませんでしたすいませんでしたお前のお題がいかれてんだからお前お題が今お前がいけないんだぞ俺が悪かったんだよ俺が良かったんだよ別にいやもう一回聞き直さないとかいいのがあったかなと思ってじゃあ行きましょうかじゃあまだ言ってない方はじゃあ、侍魂さん行きましょうか。行っちゃいましょうか。はい。僕先にいいですか？はい。よし、行きましょう。じゃあ、ゆくりんさん。はい。お題の、ラブユー貧乏。ラブユー貧乏ラブユー来たよ。お前、いつも T シャツで着てるやつだよ。あいつも外定です。外定です。あれね。あれね。オッケーオッケー。ラブユ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 ー。ピンポ。ラブユ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 ー。ピンポ。ねえねえ、あきおくん。なんだい、よしこちゃん。今日も、あれ、いっぱい食べようね。そうだな、あれいっぱい食べよう。しじみ、70個分ラブユー。シジミ70個分の何食べるの何か食べるんだろうけど。あとちょっと売れそうなブリッジつくね。ちょっとね、今と思って。気持ちよかった。いや、できたよ。できないよ。中本コースだからね。中本コースのやつだから。なの？はい。ラブユー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 。お昼にやったやつがそのまま夕方でやってみたいな。なんで、ね、今のだったら俺笑っていいともではいけるんじゃないかなと思ってなんだこの同じ再放送同じ再放送来たのこういうので、うん、こっちの人が笑ってくれたらいいなあーよかったね、ほんとに、はい、ということでどうもありがとうございましたよっしゃー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 ガタメキラ。説明しちゃいましたからね、でもね。でもね、うまいからね。太陽とシスコムーンのシングルなら何でもいいです。ナミコさんのガタメキラでいいね。だいぶ絞られませんそれ。8枚目まで全部わかりますから。じゃあ、幻の9枚目。幻の9枚目。幻太陽のシスコムーン、幻の9枚目のギャグお願いします。わかりました。なるほど、なるほど。これ狭いですよ、だいぶ。シングルの名前とかじゃないですか。ギャグ、幻。大喜利じゃないですか。じゃあ、いきます。ガラガラガラ、今何時だと思ってるんだ。あ、太陽とシスコムーンの幻の9枚目 CM CM これラブユーピンポ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 みんな来いよ。いいから3回やらなくていいんだよ。いらないからラブユーピンポ。こいつ死んだんじゃないですか。まあ当てたまま止まってますよ。止まってますよ。ビッキーみたいになってる。本当にラブユーピンポ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 。やらなくていいから、やらなくていいからみんな。なんで全然やらないんですか。どうしてお前がやらないからだわ。チームプレーを。いや俺今止める側だろ。これ止める側だろ。もうちょっとだけ浸透させてからと思って。ラブユーピンポ。そう、3人やってから3人にやっていただいてから。お客さんもできるよ。もう全然できる。お客さんどっちもですか。あのカメラマンさんできます。そうだ、ラブユーピンポ。ラブユーピンポで来てください。ラブユーピンポで来てください。カメラマン三脚持ちながら、三脚持ちながら来てください。ラブユーピンポラブユーピンポラブユー全然伝わってないよね。見てるよ、全然伝わってないよね。じゃあ映像がフラ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 してるだけ。映像がフラフラしてるだけだから。ただ酔っちゃうっていう。はい。じゃあということでありがとうございます。じゃあ続いてどうしましょうかね。じゃあやりましょう。はい。いっちゃいましょう。行きましょうか、タラさん。じゃあ、来ました。はい、行きましょう。はい。お題、おすべり様。ポク、ポク、ポク、ティーン。おすべり様です。
てる。僕のものでも滑ってる。じゃもう一個いいですか。じゃもう一個。何でも滑ってる。我はお滑り様。じゃもう一個いいですか。じゃあお題ハムとマングース。こっちが猫の方。こっちがマングースの方。あっちに北があります。おすべりさま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 。すごいです。じゃあ、もう一つ、もう一口もだけ。もう一口よかろう。よかろう。お前ら、すべってやろう。お前らみんな。助けます。よし。すべってやろう。それで、お題、ドサンコでお願いしていいですか。よっしゃー。すいません。よっしゃー。よっしゃー。九州大好きどさんこ、九州大好きごさんこ、この間にも右足壊れてる。我はおすべり様です。我はおすべり様です。それで鎌倉幕府、よし鎌倉幕府、鎌倉幕府で行こう。よし江戸、室町、江戸、明治、おすべり様、おすべり様、おすべり様じゃ。ファイナルファンタジーで言うとパルムとポルムのシーンみたいな。やばいやばい。本当に。
カゴジみたいになってるけど、最終的に。なんだろ、これ。モニカか。モニカかな。モニカチュッチュ。モニカチュッチュ、これ。モニカチュッチュ。Be my baby, be 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 my baby. よし、よし、まだですよ。あといいですか皆さん、彼はボケるときしゃくれます。よく見ててください。彼今ベイビーのときしゃくれてました。次ちょっと見ててください。本当に、よーし、ここからの、ここからの何マヨチュッチュ、ちょっとじゃあいっちゃって、マヨチュッチュ、何マヨチュッチュ、何マヨチュッチュ、何マヨチュッチュ、はい、じゃあ猪木のマヨチュッチュ、猪木のマヨチュッチュは得意です。バー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 もう猪木の顔がっつり見せてるんですよ。もうやってもうちょっと持ち上げて。ちょっとごめんなさいね。どうしようもないですか。僕ボケたらしゃくれますって言ったんですけど、猪木元からしゃくれてるんで。いや、そうボケた感とかがない。そうなんです。それいろいろ含めて。猪木さんに今命を救われると思ったんですけど、先にくっつぶされてるんです。すげえ言い訳するな。じゃあ最後一発。何なんだ、違うのもらっていいですか。いや、最後一発違うのもらっていいですか。何なんですか君たち。じゃあ、じゃあ、お前らは何なんだよ。逆切れマン、何なんだよ、お前ら。逆切れマン、逆切れマン、逆切れマン、何なんだよ、お前ら。何なんだよ、お前ら。じゃあ、逆切れマンと中本浩二の前をちょっと見せて。あ、何なんだ、なんで前のちょっと、前のちょっと、中本何なんだよ、中本浩二の前をちょっと。我は、おすべり様じゃ。中本忘れ、忘れ、来ないでくれよ。お前今ずっとやってて。そうそうそう、終わり方に。なんでだよ。最後わちゃわせ。今ずっとやってたじゃん。カオス。カオス。ごめんね。そりゃそうだよ。こんな状態を来てるお客さんお金払って見てるから。ちゃんとしよう。今すごいです。だって、カメラ回したスタッフさんが、すごい距離離れて、机をドカンって蹴りました。どうなんだって今。お前カメラから手離すのや。もう、それ急いでしょ、ウィンダーもう。打ち切れちゃったのかな、はい。もうそろそろ終わりしてください。じゃあ、それで。そうですね、じゃあ最後いきます。はい。はい、じゃあもう最後。はい、じゃあ行きましょう。最後お待ちかね、小岩さんでございまーす。じゃあもう、さっきね、私見つけたので、おすべり師匠ってお題があったんですけど。そうですね、おすべり様とおすべり師匠、違う人ですからね。そうですね。おすべり師匠違いますか。違う人ですからね。おすべり様の上に。上にいますよ。もしかしたら。だから、8人のおすべり様がいて、その上におすべり師匠がいますよ。大海洋誌みたいな。私も自分の携帯を捨てましたからね。あ、怖い怖い怖い。なんでかと言ったら、お前らのコメントを見ないためにだよ。じゃあ、おすべり師匠の何かお願いします。じゃあまずお題、おすべり師匠からやらせていただくところですね。おすべり師匠でやるのか、おすべり師匠の何ですか、うん、はい、はい、おすべり師匠の睡眠学習。睡眠学習ですね、わかりました。もらってください、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 もら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 、もらわないからティッシュ配りは首、おすべり師匠でございます。おすべり師匠でございます。あの、ギャグはちょっとまあまあクオリティが高いもんね。おすべり師匠でございます。ちょっと下げてもらってもいいですか。わかりました。おすべり師匠でございます。何ですか何ですか、次は何ですか、スイカ割りで。スイカ割りで、わかりました。目をつぶして、どんどんバン割りない、おすべり師匠でございます。ちょっと、おすべり師匠、最後が過ぎるんで、ちょっとお願いします。じゃあ、魚
したデレ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  We are the champ ブラックバースダメじゃんもうダメだよ。おめでとうでございます。皆さんあと20分あるんであと20分お願いします。わかりました。あと20分もあるんですか。わかりました。この距離で自殺します。おすべり師匠でございます。おすべり師匠でございます。最後に、はい、猫でお願いします。わかりました。わかる猫ですね。おいおい猫じゃらしお前よなんお前なんかに絶対負けねえからな負けねえからな頑張って頑張っていけないといけないおすべり師匠おすべり師匠でございます。おすべり師匠全然滑ってないよちゃんとしたやつやってくれるまた2万年後お会いしましょう。いや、よかったですね、本当にね。はい、ということで、はい、じゃあ、はい、告知のコーナーお願いします。はい、ということで、順番通りちょっと待って、ごめんなさい。ごめんなさい。おすべり師匠終わったけど、はい、今日ライブ全く出てない人が一人いて、よく考えたら、はい、企画にも全く出てない人がいるんだけど。え、おすべり師匠の後にですか誰僕はおすべり師匠の後にやるんすか何話のプリティボーイやら役師プロジェクトのこれ聞きませんでしたっけ。さっき聞いたけどギャグやってないからさ。おすべり聞いたのに。おすべり聞いたのに。ダメです。させていただきました。いや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 、ありがとうございます。相方はどうしたんですか今日は。いやちょっとあの芸人特有 のネタが書けないという病気に今かかってしまいまして今日ちょっとキャンセルしてくれじゃあここに応募するなよまず名前を連ねるなよ最初に。早く新ネタ書いて書いてって言い過ぎたらあの今日休みますってなんか直前にメールが来ちゃいましてそんなスタイルあるの。ごめん解散間近じゃね。いや、わかんないですもん。そんなことないですよ。そのプロジェクトが一応次の仕事とか決まってるわけでしょ。あ、一応あの事務所ライブに出ておりまして。おお、はい、どこの事務所ですか。オスカープロにいますんで。おっと、じゃあでも出てる。オスカープロっている人大したことないじゃないですか。そんなことないじゃないですよ。上戸彩とか米倉涼子とかもすごいタレントさんがいっぱいいるんですよ。え、オスカープロライブに米倉涼子出てないですか。出ない。お笑いですか。びっくりしたびっくりした。2万なんですよ。あいつ結婚した。あんまり追い詰めないで僕と。いや違う。番組を追い詰めてるわ。やめろ。デリケートだよ、はい、それで、オスカーライブがあるということで。はい、毎月第3金曜日の新宿でやってるんで、もしよろしければ来ていただきたい。広いね。新宿のどこかな。本当に。それで東京ハーモニックホールでやっておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、すみません、1番目から行きましょうか。1番目にやられたー。はい、はい、キンダーパンダーです。キンダーパンダーでーす。はい、ありがとうございました。はい、今日どうですか。初めて出た感じ、このね、地下の秋葉スタジオというか。
いや、ちょっとみんなあったかくて、本当助かりますよね。いやいやいや、もうそんなことないですよ。はいはいはい、ね。そんなことないですよ、本当に。この人怖がってるでしょ、絶対。絶対怖いはずだから。怖いです。本当に。正直、どういうとこが怖いの？どういうとこが怖いの？これマジでリアルな意見を求めてるんだ、この人。裏から怖かったです。おい、いや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 、俺は裏で。おい、しっかりしとけよ、ガキ。いやいやいや、ガチのやつだよ。ガチのやつだ、これ。裏で嫌な感じ。裏で、なんでなんで、裏でこの感じだったんで怖かったです。ああ、こういう感じの感じ。この格好でね。あ、そっちか。よかった、俺。俺、なんか、先輩がビュービュー吹いてるみたいな。そんな人がね、おすべり様なんかできない。よかった、怖いわけないでしょ。そっちの怖いで、ね、そうですね。あ、よかったです、まあ、で、僕ら、今、ホリプロコムの養成所に通ってるんですよ。おぉ、で、3月14日に、卒業ライブが、目黒区民ホールという場所で、うわ、結構、はい、6時半から、夕方6時半からやるんで、もしね、ホワイトで予定がないよって方は、見に来てください。ホワイトで、はい、予定がないよって方。あー、じゃあ、でもそれって結構有名な人も出るんですか、ホリプロ。誰が MC やるとか。あ、つぶやきしろさんです。おーい、はい、見たい見たい。すごいそれ。で、僕らが、ダントツに面白くないんで、ぜひ来てください。いやー、そんなことない。そのライブに出れる人ってのは限られてるわけでしょ。まあ、そう、養成所に通ってる人なら誰でも出れるんですけど。あ、限られてないんだね。その年に養成所に入った人は誰でも出れる。限られてないじゃないですか。でも、誰でも出れるから。でも、なんかさ、でも、なんかあれ。でも、養成所の中でもね、こう、気に入られて、すごい。そうそう。ある人だけが出てるとかだよね。いや、通ってる人なら誰でも出れる。いや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 。違う、しょうがない。で、そのライブは、評価がうまくいったら、だからお客さんがいっぱい来てくれたりすると、その、所属できるとか、そういうのあったりするんですか？いや、ないです。ない、誰でもできます。そうです、ごめんなさい。だって、ホリプロなんて誰も入れるんですよ。何？嘘？本当に。違うでしょ？違います。卒業ライブで、受けた2、3組だけが、はい、今20組がいるんですけど、はい、他2、3組だけが取られるみたいな。あー、じゃあ倍率10倍。そうでしょ。じゃあ、うわ、きつー。ピリピリしちゃって、はい、はい、怖かったです。ピリピリしてないけど、ね、まだ終わってないしね。怖かったですって。終わってないしね。本当に。まあそんな、キンダーパンダ。みんな怖いって言われてるでしょ、そんなこと言ったらもう。よろしくお願いします。じゃあ、小宮さんラストで告知いけます。どうしますか？いや、全然いいです。皆様、本日をもって私、お別れでございます。ありがとうございます。ちょっと、どういうことですか？いや、だってさっきね、俺が下ネタが踏んでね、すべきんとか言っちゃったからね。いやいや、もうそうだったから、もう言うから、言うから。いや、出れるで出ますよ、全然。俺もそうですし。すべきんって言った時、スタッフさんの手がもげんのかと思いました。ワイパー、ワイパーかと思いました。お笑いワイパー、こうでした。お笑いワイパー。一切受け付けないです。お前の一切受け付けない。お前は無理です、私は。チャットはすごい。チャットは盛り上がってましたから、面白い、面白い。ちゃんと告知あるじゃないですか。はい、大人気のジャンプの番組あるでしょ、ジャンプ。あ、はいはいはい。ジャンプの番組。番組ですか、はい、?JCN というですね、はい、ケーブルテレビ、横浜と小田原と鎌倉と大田区でしか、この4つしか見れないケーブルテレビ。ジャンプキッズですか、はい、ジャンプキッズ。しかも私がですね、ただただ、蜂の血飛ぶ小学生を、応援するっていう番組ですか？あ、そうですか。出てるのそれで見れるじゃないですか。そう、出てるのがすごいから。ただその、ジャンプキッズ、今年の3月をもちまして終了でございます。あんだけ言ってたのに、今口で面白そうっていう感じの。私が1年間で2250時間松岡修造の格好をして、ただ見守るという仕事が、なくなるんです。ちょっと待ってください。どうなるんですか？しかもその情報を知ってるのは今私だけで。はい。一緒に出るロックンロールコメディーショーというサンミュージックの先輩は知らずに現場に来ました。知らないんですか？はい。そのロックンロールコメディーショーさんは、はい、僕のや MC やらせてもらってジャンプキッズの給料で飯を食ってました。だって、片方子供もいますよね。そうです。はい、なのに、その事実を知らずに本番中に全部言ってやります。やばい、じゃあ面白そう。だからリアルなドキュメントが僕は見られる。ああ最終回楽しみですね。でも大田区とかに住んでる方も見られるわけですよね。そうです、それは。いや、それがもう終わってしまうんで、はい。ジャンプキッズの給料で育ってるってことは、ロックンロールコメディーショーさんの子供はジャンプキッズキッズですね。っていうのが、すごい言いたかったんですけど、こんなに邪魔になるとは思わなかったんで。おすべり師匠でございます。おすべり師匠でございます。じゃあ、他にね、告知
知があれば。そうですね。はい、まあ、毎週金曜日出てるポンももしかしたら今年の3月で終わってしまうかもしれない。いやいや、ね、いやいや、それは。いやいや、多分ね、はい、あの言い方終わる言い方でした、ね。いやいや、いやいや、でもそれはわかんないですよ。自分の予想でしょ。いや、だから俺本当に最後に、31日が多分最後の放送なんですけど、はい、そこで絶対に言ってやろうと思うのは、はい、ポンは本当4年間やらせていただいてありがとうございましたと。はい、だからサンミュージックお前らいい加減にしろと。お俺の給料ちょっとガメつってるぞっていうのをこれ言ってやる。ああ、ちょっとこんなところで言っちゃっていいですか。いや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 。だって。皆さんこのマーク覚えててくださいね。はい、会社が不正にお金を取ってるというマークです。お前何なんだよ。何なんですかそれ。それ違う、やっちゃダメでしょ。太田光さんが大好きです。なんでタイタンに行こうとしてるの。はい、どうもありがとうございました。小宮さんでした。これね、いや違う、やらなくていいわ。はい、というわけでミコ205さんのどうも、ありがとうございます。いやー、よかったですね。一発ギャグのコーナー今日得意だったんじゃないですか、どっちかというと。あ、もう考えないでやるのは。はい。考えない。いや、考えなきゃダメだけど、ね、考えてやんなきゃいけないんだけど、そう。脊髄でやっちゃうタイプなんだね。そうはい。どうでした、久しぶりにまた出られて。今日は自分がギャグをやるという。なんかちょっとネタの形式が変わったとかね、チャットの方が変わってる。ボケとツッコミが意外と入れ替わってるとか。いや、そんなこと、ビーコンさんのネタの変化とかみんな知らない。いや、分かってるんですよ、本当に。嘘でしょ。いや、本当にコロコロ変わってます、うちの。あ、そうなんですよ。タイトル。メイさん、何かな、何かな、何かな、はい。じゃあ、今後、いやいや、今後の、ご予定は、もう一度のご予定は、ブログをやってまして、ミコ205号のブログで引くと出てくるので、はい、この辺に出演情報載ってますので、はい、よろしければ見てください。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、意外とすんなり終わってくれましたね。とりあえず両サイドに履けるっていうスタイルなんだっていうのは、そっちは過酷な漫才師。そっちはサイドの人気がなさすぎますよ、本当に。じゃあ、いかないから。じゃあ、続いての方どうぞ。はい、4番目。あ、僕ら、お疲れ様でした。はい、僕らもアメブロやってるんで、はい、サムライザムライで検索したらすぐ出てくるんで、はいはい、よろしかったら。あとは僕ら一緒ですよね。あ、そうです。小宮さんも一緒。芸人ラボ。芸人ラボ。Facebook とかとなんか関連してる動画で、そうそうそう、芸人ネタ見れるんで、はい、でそこでなんかね、いろいろ500円くれたらこれやりますよ。そうです。で、なんかいろいろな企画があるんで。で、なんか今回からルールが変わったみたいな感じで。どういうことでしょう。今までは、だから僕らで言ったら15万円。はい、はい。じゃあ僕ら15万円クリアしたら、DVD 写真集を出すっていう。はいはいはい。で、兄さんたちが、兄さんって何だろう、10万円行ったら、何でしたっけ、岩流島に旅行に行くっていう。はい、何でしたっけ。僕は、40万振り込んでくれた人には、僕ん家に1ヶ月住めるっていう。変わってる、変わってる。今、と変わってますよ。今、3月の方になりましたから、はい、目標金額、今、100万円ですもん、僕には。なんかこれがな、5位以内に入ったら、それを実行しなきゃいけないみたいな、はい、なんか、ルール買ったんですよ、ね。達成金額は達成するんですよね、はい、はい。なるほど、なるほど。なんで、金額が例えば100万って言われてましたけど、それが例えば20万でも5位に入ったら、やんなきゃいけない。やんなきゃいけなくなる。そうそうそう。誰かと住むってことですね、だから結局ね。そうです。だから僕、外で住みます。誰かとじゃない。誰かが、誰かが住む。あ、そうなんですね。なるほどね。同居が大事は1ヶ月でも変わります。大家さんに相談したいと。そうですね。なんかその芸人ラボっていうのを調べてくれたら、多分見れますので、その辺ね、見ていただいて。で、しかも5位以内に入んなかったらお金は返ってくるみたいなんで。そうです、はい、そう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 。いくらで乗り込んでいただいて、はい、1万円だ、2万円だって入れていただいても、はい、5位に入んなければ、はい、何にもないよっていう。そうなんです。そういうことなんでね。なんでよかったらね、はい。あ、決して僕らペニーオークションはやってませんから。そうです。ペニーオークションじゃないですよ。じゃあ今何となくありました、ペニーオークションじゃねえか。ラボオークションです、ラボオークションです。ラボオークションです。ゲームラボオークションです。ラボオークションじゃないです、あとね、衝撃の、なんすか、残り30分で見たんですけど、衝撃の。残り30分あるんですか。完璧で残り30分で出ましたけど。そうですよ。ちょっと、残りの3組の告知が1人中15分です。さっき負けしてくれ、さっき負けって言ってました。分かりました、分かりましたよね、今ね。分かりました。はい、じゃあ、とりあえず、終わらしちゃっていいですか。告知だけしましょう。告知だけして、一回下がりましょう。告知だけしましょう。そっから考えよう、みんなで。はい、じゃあ、はい、サムライザムでした。ありがとうございました。ありがとうございました。5番目の方、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、今日の
ネタの感じだとだいぶ荒ぶってる感じがありましたよね。なんか荒ぶってすごい、ええ、なんかすごいいつもと違う感じというか、うん、そうなんです。おう、なんかこっちに流れ任せてたけど今日ガンガン行ったろみたいな感じありましたよね。いや普段から、はい、ネタの練習とかでも、はい、ふざけるんですよ。真面目にやりたいのに。ふざける？いや、真面目に。なんで？なんでちゃんとやらないんですか？ふざけるから、もう、普段からイライラしてるんですけど、そのイライラがもう出るんですよ。どんな風に？だけむって。だけむって。なんとも。そこやけむって。イライラしたらこれやるんですか？すごく楽しいネタで。何それ？だからもう、マクドナルドの机がガシャガシャガシャ。ガシャガシャガシャ。座ってるのにガシャガシャ。イライラさせたい。それにふざけたくなるよね。毎回ね。あ、だからふざけちゃうんだよ。あ、そうなんだ。トゥルルトゥルガシャガシャガシャ。なんでポテトの近くでやってるの？バイトでしょ。バイトでしょ。バイトしてる。バイトでしょ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 。バイトリーダーだ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 。バイトリーダー。俺は、バイトリーダー。中本、コージ。ポンポコポン。はい、終わりです。バイトリーダー。バイトリーダー。あと25分ありますから。あとどんだけって言うの？ああ、はい、ということです。なんかの合図が。はい、じゃあ今後の活動とかどうでしょうか？告知なんですけど、あの、4月14日にですね、あの、東京ビッグサイトでですね、あの、庭、お金持ちとかの家にある庭あるじゃないですか。石とか、灯籠とか。その庭に置くなんか、インテリアの展示会があるんですよ。それをビッグサイトであるんですけど、その見に来るためにもういろんなとこからバスが出るんですよ。僕らは、あの、横浜から東京ビッグサイトに行くバスの中で、あの、漫才をします。何それ？何その営業？何その営業？どういうことなんそれ？いや、なんか、一回のミュージシャン、音楽ライブの MC やってた時に、おじさんが、俺芸人と会うの初めてなんだよ。はい、俺今度こういう。いや、その裏で知り合って闇営業をもらった話はいいから、どういう話なのかなと思って、それは。どういう話ってどういうこと？その話その話だよ。闇営業の話だろ。お前なん、どうしたんだよ。闇営業もらった経緯を俺教えてもらいたいと思ったから。別に。そうやって聞きたかったんじゃないの？いや、その内容というかね。内容は。あ、内容は今。まあ、あの、横浜まで1時間ぐらいあるらしいんですけど。それで漫才やるって言ったら。ずっと ?1 時間。漫才やったり、まあ、あの、漫才って中本コーチ。トークしたり。トークトークトーク。中本コーチ。あ、そうです。だからちょっと、内容は決まった。中本ちゃん25分の中本コーチなんて余裕じゃないですか。余裕だよ。年配の方がちょっと多いみたいなんで。じゃあ、絶対受けるバスでしょ。はい。ねえ。まあ、ぜひよかったらちょっと来てもらって。いや、そのバスに乗って。はい。庭を見に行けって。それも予約してる人しか見れないんですよ、絶対に。そう。他にはライブとかはどうですか？他は、あの、あ、3月5日にですね、あの、中野 V スタジオでですね、あさってですね、あの、地下会っていうライブがあるんですけど、すごいもう多分東京中でやってる中で一番地下ライブじゃないかってぐらいの。でもそれだったらメンバー知りたいですよね、ちょっと。ただ、でもあの、モダンタイムズさんがちょっとゲストで。全然地下じゃないじゃないですか。その他全員ちょっと地下。例えば誰ですか？例えば、アツネット出るんすか？今、アツネットって言ったら爆笑のところでしたよ。平田さんがやって。アツネットさんとかは、この地下芸人にも入れてないっていう。あ、そうですね。はい。センター芸人ですよ。センター芸人。センター芸人。被爆しないで、センター芸人ですよ。そのジャンルにも入れてセンター。お笑い被爆ですね。お笑い被爆しない。何から守られてる？衝撃果たすんじゃないよ。世襲を禁止です。お前。まあ、3月5日、まあ、こう、あるんで、お願いします。へぇー、そうなんだ。あとはブログでチェックしていただければ。あの、この、ツイッターやってるんで。はい。あの、守るんるんでツイッターやってるんで。フォロワー数とかどれくらいなの？フォロワー数が、あの、1年半くらいやってるんですけど、もう30くらいしかいないんですよ。マジか。俺8ヶ月やって、フォロワー数ゼロですけど。ちょっとなんか自分からフォローするのちょっとプライドが許さない。自分から降りるのかなんで別にそこは自分から歩み寄っていくよ。お互いフォローしましょうよ。階段はやらずに降りる。来たらフォローするんですけど、ちょっと自分からはしない。攻めるんるんじゃないからね。そうなんですよ。守るんるんなんですよ。プライドを守るんるん。プライドを守るんるん。ちなみにあの僕のやってるブログが、あの、守るんるんが攻めるんるんっていうブログ。攻めてないし。徳川さんも守るも攻めるもみたいな。サッカーか。はい。ざっくり喋らせましょう。一回俺の、徳川さん守るも攻めるもの例えと、お前のサッカーの例え、どっちが良かったか、北岡君に聞いてみよう。
輝いてるよ。輝いてますよね。どうもありがとうございました。25分を使うだけね。ちょっとずつね。続きまして。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お久しぶりですね。お久しぶり。ネタ以来ですね。ネタ以来ですよね。ネタ以来で。あ、ネタ以来で。ネタ以来で。韓国から来ましたからね。忘れて何言ってんすか。いや、本当にそれしかなかったのよ、あの状況だとね。アドリブで出しちゃうと変に感じになっちゃう。いや、ありがとうございます。こちら初めて出ていただいたということで。そうですね。どうでしたか、今日やった感じは。すごいいい会場でね。はい。やっぱ、立て付けも良くてね。会場の話じゃなくて、ライブの話とか、雰囲気の話で。ありがとうございますね。突っ込んでいただいてね。ありがとうございますね。頑張れよ、お前な。それでね、やっぱりね、突っ込むのに疲れちゃいました。突っ込むちゃんと言えないじゃないか。雰囲気が適当な感じありますよね。お金あげるから、お金あげるから頑張ってね。いくらですか？お金もらえんだったら頑張るよね。そうじゃない。じゃあね、1円。はい。というわけでね。いや、でも大丈夫です。大丈夫です。こっからですよ。というわけでね。え、どっち事務所とか入ってるんですか？いや、入ってないんですよね。全然。はい。そこら辺でちょちょってやってる感じで。ちょちょ。はい。どういうことだよね。もうそこら辺でもう全然入れてくれるとこもないんでね。いや、もうだから、そこら辺でちょちょっと入れてくれ。何なんだよ、お前。そこら辺なかなか入れてくれないんですよね。なんか気持ちよくなってきました。適当に喋っちゃうんでね、すぐ止めないとね、えらいことになっちゃいますからね。すげえ気持ちいいな、なんか。お客さんもね、止めに来ていいですよ。もう、危ねえな、こいつと思ったらね、よろしくお願いしますね。なんか気持ちいいですね。なんか気持ちいいな。あ、気持ちいいの？なんか気持ちいい、なんか気持ちいい。あ、いいね。やめろー！俺まだ触ってない。俺まだ触ってないんだもん。俺触ってないぞ。じゃあ分かった、触っていいよ。触っていいよ、ほんとに。ぐぐぐじゃねえよ。ぐぐぐじゃねえよ。なんで北岡さんいつも遅れるの？普通に来てください、みんなと。遅れたと思ってた。遅い。じゃあ、思ってたじゃん。思った時が遅い時が。いや、それはさ、俺の後ろでタブレットをいじんないでください。見えてますよ。俺は後ろ見えてますよ。いや、コメントすごい盛り上がって面白いことになってるんですよ、今、本当に。もう。ほら、小庭さんが裏回しみたいなこと書かれてますもんね。はい、ほんとに。ということで。ねじゃあなんか告知があれば近いから。はい。そうですね、近いと。あ、これ、これ、年とかって聞いても大丈夫ですか？あ、全然大丈夫ですよ。まあ、ざっと考えたら、まあ、四捨五入して0歳ですね。お、ちょっと。伝統芸能！伝統芸能！すいませんね、ちょっと直させていただきます。ありがとうございますね、ほんとにね。あ、メガネ、メガネ。これかな、メガネ。あなたですね。わけわかんない。やめてよ。息吹きも与えて、もう手がいっぱいで全然ダメだから。ごめん、ごめん。じゃあ、下がっていい。下がっていい。すいませんって。いいから、それももう。このタイミングで来てくださいよ、毎回そこで。ピーコンさん、チームワークですよ。チームワーク。違う、メガネの心配しなくていいよ。メガネしてる人は気になるかもしれない。で、こっち側、こっち側でいっぱいやってるとき、お前は何にもやらないのかい。いやいや、ややっとるで、やっとるで、ややっとるで、ややっとるで来ましたよ。サッカーのやばいの、ややっとるで、ややっとるで、ちょっややっとるで、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 じゃあ、みんな、ほんとにややっとるで、じゃあ、ケツ触ってる時にね、メガネ反対にかけたり落としたりとかね、いろいろ、もう一回やってごらん、もう一回やってごらん、もう一回見てくれるか、そしたら、ほら、そしたら、ほら、もう一回やってごらん、見てくれるか、見てくれるか、このくだりいりますか？ごめん、みんなこの子のこと嫌いでしょ、まだ。違う。すごいほっといてるから。今は、はい、わかってます。はい、大丈夫です。はい。年ですか？はい。年はですね、僕は31ですね。同い年で31です。あ、そうなんですね。はい。もっと、はい、聞いて聞いて。はいはいはい、聞いて聞いて聞いて。おぉ、どんどん他、なんかありますか？お前もなんか仲いい芸人さんとかいるんですか？仲いい芸人さんですか？仲いい芸人さん、誰いますかね？ごめん、ごめん、はい、ごめん、はい、一回ごめんね。今、一生懸命、ビーコンさんを出して、お尻を触らせるくだりがやりたかったんですけど、行かせ、あの人が全く動かないっていうので、しかも短いっていうのでね。出てる時に、あ、私です。確認が入りましたね。結婚のスピーチじゃねえんだからさ。やったら謝るってなる。ちょこっと触って逃げていくんですよ。さりげなさすぎるって書かれてる。ケツ触れっぱなしだけど大丈夫ですか？告知ありますか？やっちゃってくださいよ、じゃあ。お願いします。あ、JCN つながりなんですけど、なんかさっき小宮さんはいっぱい曲が。でも4曲ぐらいのやつ。僕はもうオンリー1曲だけ。おぉ！でも出てるんですね。地元の足立区の。足立区ですね。足立区です。足立区の JCN のケーブルテレビ足立に、たまに出てたり、まぁ、今度 CM が始まりました。たまに出てたまに出て、CM って何の CM 出るんですか？これがね。
新井庄司不動産社の CM ですよ。いやいや、ちょっと。ごめんなさい。あら、新井さん、あの A で、A のマークで有名な新井庄司不動産社の CM に出ちゃいます。おー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 なんかそっち側に言ってるの、新井庄司シャン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 みたいな感じで。新井庄司シャン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 って言われてるから。新井庄司不動産社です。庄司会社ね。あ、不動産社。不動産社。コメントの方で、ああ、すごい、おーって入ってます。普通じゃねえか。羨ましいね。それで、JCN のも出てるんですね。出てますんで、はい。すいません。兄さんも出てないですか？僕は出てないですね。勝手に一人でやってるみたいですね。いや、なんか出てるでしょ、あなたもね。そんなことない。出てるんですか？僕ですか？僕なんか出てますね。オーラが出てるんじゃないですか。ありがとうございますね。やってる。ファウルしてない、ファウルしてない。もうそろそろ。どうもありがとうございました。はい、ということで。よろしくお願いします。では、次の告知される方は。僕らだよ。僕らですか？なんか伝えたい言葉。ないですよね。はい。まぁ、ちょいちょい、ライブ、いろいろ、ブログとかやってるんで。はい、フリーとか、アメブロとかやってるんでよかったら見に来てください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、あと15分。おぉ！じゃあもう皆さん、喋りたいことあると思いますけど、なんか喋りたい。これ、いいとも終わりのなんかトークしてみて。おぉ！じゃあまたみんなでね、これ。感じでね。増刊号。ライブな感じでやってるんで、それ。一回パンスト、ちょっと、脱ぎます脱ぎましょうか。ちょっと一回パンスト脱がしてもらってください。はい。パンストが繊維やも生々しいよ。何なんですかこの番組は本当に。ちょっとじゃあその間ちょっと繋いでてもらって。繋げれるかも。ということで。いやでも今日あれですよ。やっぱ小庭さんが出ていただくと、コメント数が多分2倍ぐらいに膨らまりますよね。ああ、そうだよ。ありがたいですね。だって今の段階でも600件ついてまして。普段だったら300いくかいかないかとか400ぐらいとか。なんか違いますよね、出ると。そうなんですね。お前ら次いじるとき1回6円な。1回6円だ。だから、なんで商売しようとするの？カメラの向こう側にすげえ詰めて。なんでしょ、じゃあこいつら調子乗らせやばいんだって、本当に。じゃあ今まで、なんか困ったエピソードとかあったりするんですか？ね、なんかね、久々にテレビで見たとか、久々に見たとか言ったやつには、俺、別に、てめえのために俺出てるわけじゃねえからとか言いますからね。すげえ。俺は好きでやってるだけだからって言うと、一瞬にしていなくなります。こうやって。怒ってるよ、怒ってるよ。一瞬にしていなくなります。じゃあ、2013年こんなことありましたで、トークテーマ。なんかないっすか ?2013 年。こんなことありました。こんなことありましたっていう報告、皆さんに。いときあげてなかったでしょ、今。あげてなかった。2013年なんかあった。あげてなかったでしょ。この話しましたっけ、一緒に行ったじゃないですか。元旦にね。元旦に、藤男。フジテレビ藤男。みんな来ました？ね、寒い中ね、元旦、朝5時集合でさ。はいはいはい。朝5時に、フジテレビの、なんかガンダム前下のとこに集合って言って。ありましたね。ね。ほんと。で、ほんま9時ぐらいですか？ 9 時半ぐらいまで、ずっと屋上で待たされて。もうめちゃめちゃ寒くて。ね。そう。だからもう裸の格好とかしてるやつも地獄の。そうそう。クールポコさん横にだけど地獄の。うわぁ！まだやっちまってました。やっちまってましたね。そう。で、それで、最初、じゃんけんとか、勝ち抜いていくんですよね。そうそうそう。で、最後、スタジオまで行ったら、お金もらえますみたいな、企画があったんですよ。福男になる。富士男になって、1年間その富士男を代表だみたいな。富士テレビにガン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 出れるみたいな。そうそうそう。で、僕結構勝ち残って、スタジオ前まで行ったんですよ。え、そうだったんですか？スタジオの一歩手前持ってきて、そのゲームの内容がガリガリ君を食べるっていう内容で、あの寒い中ですよ。ガリガリ君を食べて、ガリガリ君を食べて、スタジオ決定みたいな回答があったら、スタジオに行けるみたいな感じだったんですけど、もう、これ食べて外れたら次の用意したやつをバンバン食べていいんですよ。あ、なんだ、一回ダメじゃないんだ。で、みんな並んで、ガチガチになって配られるんですよ。一個ずつ。もう嫌だ嫌だ。嫌でしょ？僕のガリガリ君だけ、袋が開いてるんですよ。え？来た。あ、だから、あれだよね、当たりっていうのをわざわざ刺さなきゃいけないから。そうで、で、みんな周りが、あれこれ、あるぞってなって。はい。で、抜いちゃえ。はい。で、抜こうってたら、ドゥルンドゥルンなんですよ、これ。もう、一回抜いて、一回、その、やってる。
書いてなくて、何にも書いてなくて、いざその後10秒くらいで、よーいスタートってなったら、みんな当たりかどうかわかんない。で、バーって食べてて、僕だけ外れって分かってんの、ずっと、やめるよ、そうか、危ないのか、ずっと食べてる、ハズレの分かってんのに、おい。そうですよね。そう。ドキドキ感ゼロで。ドキドキ感ゼロで、ガリガリ君をただ外で食べてるだけですよね。そんなことがありました。すごいですよ、そこまでいけるのは。いやいや、本当に。結局いなかったですけどね。ガリガリ君食べれたってだけで。この間、福男の1位になった人。うん。あ、そう。すっとこどっこいの。あそこの人なんですよね、すっとこどっこい。大川工業の芸人さんで、はい、その人がネタやったんですけど、はい、お客さんが3人しかいなかったんですけどね。藤男に選ばれた。藤男見に来るんだと思って、その早い時間だったから、はい、その、ところで全員誰もいなくて、見に来てる人がいない。こんなに何もないもんなのか、藤男。あんだけみんな頑張ったのに。それでやってるネタも、もう、もろですよ。だって普通に考えたら藤男撮ってる人だから、うん、藤男ネタを普通にする。そうそう、藤男になってこんなことがありましたよ。しかもなんだかんだ、がなりでは藤男のって呼ばれて、うん、おーって出てったら普通にあるあるネタやってましたね。だから何にも活かしてないっていう。だってすごいのが、その方、柴田なんとかさん。そう、うん、ね、柴田構造ですね。そうですね。はい、優勝して、岡村さんが、おー、おめでとうな、なんか、一発ギャグとかあるやろって言ったら、いえ、ないです。岡村さんに言われて、岡村さんが、おー、そうか、では皆さん、また来ないと思って、俺。いや、そんなことある、ね、すごいよ。何にもプラスにしてない。でも、ね、出る前まではすごい、ね、ねね、そこまで行くまでは全然柴田さん、すげえ行く気満々な感じだったのに、なるもんなんですね。だって、もうね、でもで、あの日、はい、まあ、みんな並んでたんですけど、はい、僕こうやって並んでて、お天気さんとかと一緒になって、はい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 、後ろでパーって見たら、小梅の良さが古そうみたいに立ってる。そうですよ。いや、すごかった。あれ、電車の時から、朝の5時に、お台場市、ダイバーシティの目の前のセブンイレブン前で、小梅の良さが古そうみたいに立ってて、で、俺びっくりしたのが、確か駅がちょっと離れてるんですよね。そうですね。アメリカ方面の東京テレポートからも、はい、結構お台場海浜公園からもちょっと離れてるんで、はい、ちょうどね、お天気のノリさんとかみんなでいた時に喋ったのは、はい、コウメはどこであれを古そうにしてきたどこかで歩いてきたんだと。そうだよ、ね、明らかにたんたかたんたりしてますよ。それはやってないよ。なんかプロです。多分プロ、若干あの距離を歩いてるはずなんですよ。それで、ね、全然プロだなっていう。プロですね。みんなかけてたなと。そうね、藤男に。藤男。藤男ね。かけてましたね。かけてましたね。来年もやってほしいですね。はい。あと、うちの相方がね、毎年、アイドル男とか、ハロプロとかのライブに行ってるんですよ。あ、そう。中野サンプラザですよね。そうそうそう。そうですよね。そう、行ってる。いや、行ってきたんですよ、この前も。新春のハロプロの年明け公演。はいはいはい。でね、僕の友達のモーターの洋介くんという方と一緒に行ってきたんですけど、モーター、モーターソータク、モーターソータク、モーターソータクの洋介くんという方と一緒に行ってきたんですけど、洋介くんっていうのがですね、ちょっとすごいオタクなんですよ。え、だってだいぶもう、だいぶオタクだけど、オタクの中でも。もう洋介くんは結構いろいろ伝説を持っていて、いろいろ全国回るんですね。全国回るから交通費がかかるわけじゃないですか。でも交通費かかりたくないから、ずっと帰省を繰り返していや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 、九州まで150円で行ったと思う。入場料すごいけど、だからお前らはこの番組を潰すつもりやから。何なんだよお前。お前らも。何なんですかそれ。ただの犯罪者の話。洋介くんがいるんですけど、その洋介くんと一緒にコンサート行った時に、僕と洋介くんはね、ベリーズコンボタの二つ娘のももちっていう子が、いるグループの、夏役みやびちゃんっていう、軽く顎のしゃくれた可愛い子が大好きなんです。僕とその洋介くん。あ、ふと褒め言葉がまた。ももちじゃないんだね。ももちじゃない子が好きなんですけど、みやびちゃんは歌が上手いからすごくソロパートが多いわけです。で、二人揃って推しジャンプをしてたわけですよ。推しジャンプって何？推しジャンプっていうのは、その夏役みやびちゃんのソロパートや MC で喋っているときに、そのみやびちゃんの輝ける場の時に、こう、思いっきりこうね、ジャンプなんで、なんで、ひねりを。こうやることによって、客の頭をこう、一個出るわけですね、頭が。はい、そして、みやびちゃんに目線をもらうっていう、そういう技なんです。ああ、なるほど。それで、それを推しジャンプ。それを推しジャンプっていう。そうなんだ。普通だったらさ、歌、大好きな女の子が歌ってるから、それやられたらさ、客席が、
なんだあいつ邪魔になるなとかなるんじゃないんだ。いや、そうじゃないです。これが目線もらいたいんです。目線をもらいたいんです、ファンからしたら。なるほどね。それずーっとオフジャンプやってたんですよ。で、宮部ちゃんすごいソロパートがいっぱいあるんですよね。はい、で、ずーっと二人で押しジャンプをしてたら、はい、なんか、公演が終わった後、洋介くんが、いや、北おかしい。俺は、ちょっと足が痛いのレス。喋り方、喋り方、本物です。本物。いや、もうスタンダードすぎて。僕らのがスタンダード。今何いじってんの。あ、そう。ごめんね。怖い。北おかしい。ちょっと足が痛いので、ちょっと病院に付き添ってくれないですかって言われて。足だからね。あ、もうしょうがない。足だからって肩貸してやって、こう行ったんですよ、病院まで。で、待合室で座ってて、で、伊藤さん、伊藤洋介さんって呼ばれて一緒に行ったんですよ。フルネームで言っちゃダメだ。犯罪者の名前言うてるから。それを思い出せるようなこと言わない。警察見てたら動くわ。そしたらお連れの方もどうぞって二、はい、人で通されて、でお医者さんが、聞いたんですよ。なんでこんなことになっちゃったんですか。そうだよね。って言って、まあ結果あれなんですよね。疲労骨折してたんですよね。わあ。飛びすぎて。そう、飛びすぎて。全国の会場でもうみんなやってるから、もう。そうなんだ、みんなやってるやつなんだ。そうです、負担がかかりすぎちゃって、洋介くんは。で、どうしてこんなことになったんですかって聞かれた時に、洋介くんもまた、ちょっと、そうです、ね。なんで、いや、ちょっと、みやびちゃんの押しジャンプのやりすぎで足が痛くなってしまったのです。って答えたんですよ。そしたら先生が、あー、みやびちゃんはソロパート多いからね。先生すげえ。ドドン。絶対知らない情報ですもんね。普通の一般の人というか。そんな感じですかね。ってことがこの辺ありました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すごい。なんか北岡さんが喋ってるけど、ずっとこれなんかね、話し声が。じゃあ、何どうした？ビーコンさんどうぞ。コンビではなくビーコンさんとね、喋ってる。何の話？一回なんか腰で突っ込んでみたいな話してたよね。年聞かれた。年聞かれたら、年聞くんじゃないよって。そうなんですか。落ちました。あ、ごめんなさい、これ持ってた。持ってた手がね。ビーコさん、今年いくつになったんですか。いや、50で、51? 50? 出ろよ、こっち。こっち出てこいよ。親戚じゃねえよ。もうデカだよ、おい。デカだ、半端じゃないだろ。肘取れる、肘取れる。ジャンガーだって。今年あったことで、ですね、この間飲み会に行ってですね、新宿で飲んだんですけど、それっていうのは、まだ結婚されてない。2対2ですか ?4 対4とか。あ、もっと多いやつなんです。なんですかそれ。やっぱ行っちゃおう。ジャンプ、で、夜になって、でも帰ろうかなって言って、で、自分は東横線なので、新宿から渋谷まで、ふと申請で行こうとして、で、新宿から渋谷まで行こうかなって電車に乗ったら、和光市にいました。デスボスだ。はい、面白い話だったんですよ、今。面白いです。はい、ということでですね。じゃあ最後番組締めてもらいましょう。お題が今入ってきたので、それを言わせていただきたいと思います。ジョジョっぽい中本浩二。お願いします。はい、どうぞ。中本浩二がジョジョっぽく締めるよ。はい。はい、どうもありがとうございました。次回はいつですか。次回は4月の第1日曜日でございます。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。今はもっともっと